もう一つがですね、高齢化になりますとですね、長期介護とかですね、ね長期医療、ね、はい。でここからですねあの、年金とか医療費の破綻。それともう一つは介護とか医療制度自体が崩壊したんじゃないかという問題が出てくるわけですね。うん、高齢化につきましてはですね、今医療革命がどんどん着実に進んでますよね。うん もうすぐあの人生100年時代が来るだろうというふうなことで予測されています。<laughs> はい、まあその中でですね、いかにその100歳元気ですね、100歳まで元気で生き生き元気でやっていくかということをどういう形で進められるかということをお話したいと思います。はい、わ、はい、かりました。では本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい えー、数年前にですね、こういう本が非常にベストセラーになりました「未来の年表」ということですね「はい、人口減少日本でこれから起きること,と、えー」という本なんですね。でこの人が言うにはですねこの2015年時点において1億2700万人を数えた日本の総人口が40年後には9000万人を下回り100年もたたなうちに5000万人ほどに減ると。はい こんなに急激な人口が減るのは世界史において類例がない我々は長い歴史にあって極めて得意な時代を生きているのであるとこれはこれで事実なんですけども、はい、えちょっとここには語られてなないいい大事なことがろろあるんですねうん、うん、でまずこの人がこの世界史に類例のない人口減少と言ってますけども、はい、まあそれがどんな数字かということでこんなグラフが出てきますね。<わ> 2017年は約1億2653万人いたのが、はい、2065年には8808万人と、はい、で100年後には5060万人になって200年後には1380万人、うん、それから西暦3000年には人口2000人になりますよとこれ。まあ このまま減り続ければという,う、ね、過程のもとではあるんですよねまあ100年後ぐらいまではいいとしてもですね,ですね200年後とかどうなんでしょうね千 <laughs> 年後までこんなことで言うのはねちょっとでこう常識が疑われるんですけどねでこの人はですねその年表の中でこんなことが起きるということをですね、はい、いろいろ書いています、えー、まず国立大学が倒産の危機に2020年 俺はもう過ぎてますすけけどどねだから外れてるんで,すけど、ね、ですあど <laughs>、まあ、確かに今大学はね私立大学中心にいろいろ倒産の危機に瀕しているのはそうなんですけどね、まあ、少子化ということでですね、はい、大学生が減ってくるとそれから企業の人件費がピークを迎え経営、うん、を苦しめると高齢者が増えてですね賃金が上がるばっかりでなかなかあ若い人が入ってきませんよと。それから介護離職が 大量発生する介護離職となるんですね親の介護のために仕事を辞めなしちゃいけませんという方ですね、はい、それからりますよ<ー>それから IT 技術者が不足し始め技術大国の地位が揺らぐ、えー、百貨店も銀行も老人ホームも地方から消えるまあ地方の過疎、えー、化の中で、えー、今高齢化も進んでますから。はい その地方の中でこの百貨店も銀行も路地方もなくなっちゃいますよとそれから深刻な仮想上不足に陥るこれ死者が増えてきますよということですねそれから未婚大国が誕生するとえそれから自治体の半数が消滅の危機にまあ,あの自治体でもう住民がどんどんいなくなっちゃってですね消滅する危機が増えますよと。 それからしょ世界的な食料争奪戦に巻き込まれる怖いですね30年後にはこういうことがってことですよね <laughs> そうなると社会保障制度の破綻懸念、うん、それから外国人が無人の国道を占拠するとなんかだんだんサイエンスフィクションみたいになってきますけど<ん>ちょっとこういうふうにですね驚々しく未来を描いて <laughs>、うん、まあこれが受けたんでしょうねベストセラーになってですね <laughs>、まあ、いわゆる最悪の場合っていうことってこョですかね 未来をを悲劇的に描いてみんなをドキッとさせると。あ<ー>まあ書いた人はねもうちょっと真面目なんですけどね、あのーまあ、売れたベストセラーになった理由がそういうことだと思うんですよね。でこの中ではですねご覧のようにね人口減少、はい、それから少子化高齢化過疎化、うん、こういう問題がねごちゃ混ぜになったんですよね。はい、それででこういういいい非常に暗い未来を描いてるんで、はいはい これでこんだけごちゃごちゃになっているとですね何から手を打ったらいいか分からないわけでですすよねねそうですね人口減少の何が問題なのかということでですね、はいえー、比べてみますとね例えば、経済が縮小しますというのがこれはですね例えばあのド,イツドイツなんかと比べてみると、ね、ちょうどいいんですよ、ドイツは農業とか、はいえー、いろいろなフルセットの、ね、産業を持ってますからね。うん で今例えば人口がに二十パーセント減ったとしてもですね一億二千七百万人が九千五百万人ですからまだドイツより大きいんですよねそれ、うん、で一、えー、人当たり GDP 一人当たりの国民生産ですね、はい、でこれがですね日本は三万九千ドルだいたい四百万円ぐらいです年間でドイツはね四千七百ドルですから四、ねうん、万七千ドルですからねだいたい五百万円ぐらいなんですよ。はい ですから、ね、だいぶ生産性でも差がついちゃってるんですよね。うん、でこれをもし生産性を20%上げるとですねあの4万7千ドルで大体ドイツ並みになるんですね。うん、ですから収入がドイツ並みになるということなんです。うんはい、でこの2つ人口が2割減っても生産性が2割増えればですね国の全体の大きさの経済規模は。 えまあ5兆ドルだったのが4兆ドルになってそれで20%生産性を上げると4.85兆ドルなんですねですからまだドイツよりも相当大きいやというふうにこの国の全体のサイズはですね防衛費とかねあのいろんな技術開発費とかで効いてきますからこれはこれである程度維持するのは意味があることなんですね。ただだそれも人口がが減るるから経済が縮小するんとということじゃなくて 人口が減っても生産性がだいぶ今見劣りしてるんだから上げてどイツ並みにすればいいじゃないかということになるわけですね。はい、で、もう一つはですね、労働力が不足すると、はい、人口が減ると労働力が不足すると。で、これもですね、労働人口が今6700万人なんですね。はい、で、これが例えば1000万人減っても5700万人。万人はい、で、これの生産性がですね、また20%上がれば、 六千八百万人分の労働力になるわけですよ。はい。だから、人口が減っても、えー、別に生産性さ上げれば、労働人口が足りないなということはないわけなんですね。生産性ってことは、やっぱり健康面にも考えていかなきゃいけない、ね、ってことになってくるんですね。そう,すねそうです。え、あのみんなが健康で働けるということと、あんまり病気だとかね。介護なんかで、ね、お金使わなくても済むと、そういうことまで入ってきますね。そういうことで、鍵は生産性なんです。 なるほどで生産性が高まればこの経済の縮小とか労働力不足こういうのは、ね、回避でできるんです、はい、で生産性向上でじゃあどんなふうにするのかということで、うん、一番分かりやすい例を挙げますとね今の在宅勤務が拡大してますよね、はい、それから、まあ、もう都心に住む時代じゃないと、うん、地方に住んだほうがいいやとでいろんな企業が社員をどんどんこう分散させて始めてますよね。はい で今例えば東京とか大阪でですね通勤時間がね1時間以上かかりますよと、うん、だから往復2時間以上かかるわけですよねでこれが例えば地方都市に住むとかですね在宅勤務で通勤時間いりませんよということになったらですね今時点仕事8時間で通勤2時間で、はい、例えば10時間使っているとしますよねはいはいでこれをですねこの2時間もしその分価値を作れる仕事に充てられれば 十時間分の仕事になるわけですよ。そうですね。だから、あの、従来は八時間分の価値を生んでたのが。今度十時間。価値を埋めるわけですよね。はい。ここだから、これだけで生産性が百二十五パーセントになるわけです,よここで,す、ね、でも、十時間働くの嫌だ。ええ、そう、出てきたらどうしよう。でも、まあ、考えようですね。今はね、だから、八時間働いても、二時間通勤でね。あ、作ってるわけですから。そ,うですね、そこをねそ。同じなんですよ。 だからまあ別にねあの8時間分のでいいやつだから、まあ、それだけ生産高はちょっと減りますけどねそうですねそれだけまあ仕事であの生活のゆたりができるっていうことですよね、はい、まあそういうことでこの通勤時間自体がですね価値を生まない時間なんですよね、うん、なんかコロナになってこれもより鮮明になりましたよねそうですねこの辺がよく分かりましたねそれからもう一つはですね 労働力が不足するからじゃあ労働移民でカバーしようという意見があるんですねこれはですね人口が減少しますと労働力が不足しますと、はい、でこの分を労働移民で補いましょう、はい、でこれは必ずですね社会の不安定とか犯罪の増加につながるんですねあの世界で移民問題でうまくいってるところはないんです 一番古いのが、ね、アメリカの黒人問題ですね、これは黒人奴隷ですけど、ね、一種の移民なんですよ、うん、労働力として連れてきたわけですね、でそれから今、ヨーロッパ圏はあのイスラム移民でね、はい、非常に苦労してますよね、うん、どこでもあの違う民族が大量に急に入ってきたら、どこでも社会の不安定につながっちゃうんですね、うん、難しいですね。それで、えー、これはですね、愚かな国民のすることだと。 で、えー、別のやり方はですね労働力が不足したらさっきの生産性向上で補いましょうと、うん、でこれ生産性を向上するとですねいろいろ社員が知恵を使いますからねこの過程で人材育成にもなりますし、はい、で事業も体質強化になるんですよ。うん、でそうするとですねあのすぐ人材が優れた形になると その人たちがますますすすいい生産性向上をやってくれるわけですね企業としても体質強化されるとですねいろんなところでお金を使って生産性向上ができますよと、はい、いうことで企業がしますよとで労働者の方もですねこれによって賃金が上昇する、うん、それから就業機会が増えますよと、はい、でこうするとですねますますいい人たちがどんどんこう働くようになってきてですね、うん それでまたさらに事業体質強化それから生産性向上とこういうね非常にいい循環がこういくわけですよでこれによって労働力不足もねカバーできるわけですよねでもう一つは、えー、こういう,う外国人労働者をですね大量に入れるということをしなければ今の え非常に低負担で、はい、え安全安心の社会を保てるわけですよね、うん、ですからあんまりこの警察をバンバン増やすとかですね <laughs> そういう必要はなくなってくるわけですよねそれから犯罪の被害者も減りますしね、うん、でこういうことを言うとですねナショナリストだって言うんですけどもそれはね考えが違うところで、えー、大体途上国の国民をね、えー、安い給料でこう連れてきてね働かせようということ自体がね 非常にねヒューマニズムに反する行為なんですよ、うん、で、途上国の人たちがね幸せに暮らそうと思ったのね,ね誰だって自分の友達とか家族と一緒に住んだ方が幸福に暮らせるでしょ、うん、で、そういう生活でえなおかつ暮らしが成り立つようにいろいろ助けてやることが、えー、本当のヒューマニズムなんですよね、はい でまあ、日本企業はいろいろなところにその海外進出して工場を作ったりしてそこで現地で雇用を生んだりしてますからそれで、ね、すごくこの現地の所得の上昇とか民生安定に貢献してるわけですよね。うん、それが、ね、本当の社会貢献なんですよね。うん、でそういうことで、えー、賢明な国民はです、ね、こういう道を取らなくちゃいけないということなんですね。うんね でいろいろ労働力の問題とか経済の問題とかあ申し上げましたけれども、はい、ここで人口問題をです、ね、一つ整理してみますと、えー、まずよく言われているのが、まあ、人口減少だとか労働力不足ですね、はい、これはここにあるように見かけの問題ななんででですす、うん、本当の問題じゃないですそれは克服できる現象なんです。 でこの根底にはですね高齢化と少子化という大きな流れがありままあ少子化によって労働力不足が起きるとか人口減少が起きるとだからこの少子化自体はねなんとかしなくちゃいけないんですよねこのもう一つがですね、えー、この少子化に関して結婚したいいのにできないと、うん、今あの新聞ではですねみんな結婚したくない人が増えてますとか言いますけど実際にねアンケートを取るとね8割ぐらいはもう結婚したいと。 だけども将来の見込みが立たないと例えば派遣で、ね、いつ首切られるか分からないから結婚できないとかですね、うん、そういう問題があるんですねそれから産みたいのに産めないとちょっとアパートが狭すぎてですね,ですね、えー、これではちょっとあ,の<う> <coughs> あるいは一、うん、人産んだらもう限界ですよと、うん、産むのにもかなりお金がかかりますからねですからねこういうことはですねこれあの国民の不幸そのものなんですね。 そうですねですからねこういう問題はなんとかしないといけない。いう家庭を築きたいのに気づけないといとう現実があるんですよねうですもう一つがあの先ほどね地方の自治体の消滅とかありましたけども過疎過密の問題があるんですね。はい、日本は世界でも、ね、最もあの先進国の中では非常にねあの過疎か過密化のアンバランスがひどいんですよ。う でえー、田舎はどんどん人口が減っていって、まあ、お年寄りばっかりだと、そういうことで、理想が消滅して、ですね例えば誰でも、ね、自分が生まれた村から離れたくないですよね、そ,でねでその村が消滅しちゃったら、ですね僕は動かざるを得なくなると、これも、ね、大変国民にとっては不幸なことなで,す、ね、そうですね。主人のやっぱりふるさとも、仕事がやっぱり少ないってああ、ね、よく言いますね。えー えー、もう一つが、ね、高齢化になりますとですねここからですねあの年金とか医療費の破綻それともう一つは介護とか医療制度自体が崩壊したんじゃないかという問題が出てくるわけですね。で今回はこの高齢化の問題に絡みましてこの年金医療費それから介護医療崩壊。 こういう問題をどうしたら乗り越えられるのかということで、はい、お話し,したいいと思います、はい、で一つですねここに非常にいい傾向がありましてです、ね、この医療革命というのが今着実に迫りつつありますそれともう一つが介護予防の仕組みを作ろうということなんですねでこの二つをやっていけばですねこの高齢化の問題も乗り越えられるということをこれからお話し,したいと思います。 いかかがでしたか良いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価是非ともお願いいたします。